はい、しおんくんもなんか全然今日起きたこと関係なくなってきたね。まだ帰って1時間経ってないよ君。どうしたどうした。はいはいはい、お腹空いたね。みんなよく我慢して待ってました。今ご飯あげます。よっ、あれまだ出せない？あ、ほんと？開けちゃった。よいしょ、もうちょっと待ってください。じゃあ、はい、指指。じゃあちょっとなでなで、おいでえ。ふはいはい、ハンズさん指指。シオンくんは、完全に内弁慶で若い女の子好き。そこまでわかりました。まずオレンジ色の可愛い子からですかね。はい、すっごい勢いだったね。すごい早い。あ、リコちゃんに着いた。どうしたの？怖いの？うん、他人の猫の匂いしちゃったかな今。よっしゃ、すごい、はい、これは？あ、そうか。はい、あー、もうスリスリになってるこの人。チリチリチルチリチリチル。ほほ、やばハンズちゃん、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 はい、ハンズさん、どうぞ。あ、いい子だね、ハンズちゃん。いい子いい子、かわいいね、ハンズちゃん。シオン君が下で足にシュリシュリしています。ほんとだね、2回ちょっとコロコロしないとね。うん、よし、何だね。うん、中に入れるの？あ、そうか、私は外で。はい、はい、シオン君、シオン君どうぞ、ここだよ、ここだよ、はい。ちょっと入れていいよ。そうね、今日はおおよそ5時間ぐらいずっと同じ体勢だったから、そうだね、伸び伸びしてください。もうちょっとあのケージの中で動いてもいいんだよ。そうだよ、でも一応チュール食べたからね、今日ね。あとね、若くて綺麗な女の子だけにね目を合わせるのはね、他の人にちょっと失礼だからね。おじちゃんにも目合わせてあげたりしてみたらどうかな。ジャンクね、ジャンクはおやつ欲しくてそわそわしてたんじゃないの？ちょっとみんながワーワー鳴ってるから。いつでもカリカリから食べます。ポンちゃん、ポンちゃんと、お利口じゃん、姉ちゃん、ポンちゃん。ネットも食べたね、ちょっとだけ。ペロペロって。でもやっぱりカリカリを食べています。ポンちゃんはカリカリ好きです。頑張れ。頑張ってカリカリ食べるんだ。すごい音。
ちゃんいい音だね。全部ますか、チャコちゃん。チャコちゃんがこのまんま人に慣れてしまえば大人気だと思いますけど大きくならないうちに人に慣れちゃったらどうでしょうか。その音でびっくりしちゃった。この携帯が、それが何なのかな。